服部小平太とはどんな人？今川義元に一番槍をつけた男の生涯。服部小平太と聞いてすぐに分かった人はかなりの戦国通です。桶狭間の戦いで今川義元に一番槍をつけた男といえばピンとくる方もおられるでしょう。いえいえ、そもそも誰やねんという方が最も多いかもしれません。その名前を知っている人でも彼がその後どんな人生を送ったかということまでご存知の方は少ないと思います。今回は桶狭間で華々しいデビューを飾った男の波乱万丈の人生をご紹介していきます。服部小平太の名前が最初に出てくるのは桶狭間の戦い。よく知られている服部小平太というのは通称で、正式には服部和忠と言います。春安忠次という名前で載っている文献もあるようですので、一時期そう名乗っていたとも考えられています。いずれにしても同一人物です。生まれた年は不明ですが、尾張の国の対馬あたりの出身であったと言われています。対馬といえば対馬港という交通の要衝があり、ここでの交易が織田家の財政を潤わせていたという重要拠点です。そのあたりで育った小平太は若い頃の織田信長の遊び仲間であったと伝えられています。体が大きい上に力が強く、運動神経は抜群でした。信長と年も近かったのでしょう。気心が知れた仲というのもあったのでしょうか、信長の側近である馬回りとして召し抱えられます。この馬回りという部隊に配属されたことが桶狭間の戦いでの武功につながります。服部小平太の名前が文献に最初に出てくるのはこの桶狭間の戦いに関連した記述なのです。有名なこの戦いは戦国史上最も華麗な番狂わせとも言われています。その番狂わせの立役者の一人がこの服部小平太です。なんと敵方の大将今川義元を最初に槍で刺す一番槍という快挙。敵の本陣に突撃して最も早く大将のところまでたどり着いたということです。しかしさすがの義元というもの、反撃され槍の柄と膝を切られます。そこへ一足遅くかけてきた同じ馬回りの毛利信介が義元に襲いかかり助けてもらいます。ですが結局討ち取ったのは毛利となりました。そもそも桶狭間の戦いって何？有名すぎるほど有名な桶狭間の戦いですが、そもそもなぜ起こってどういったものだったのか簡単に整理しておきましょう。時は永禄3年1560年織田信長と今川義元との合戦です。信長は父信秀の死後に混乱した国内をようやく平定した直後でした。侵攻してきたのは義元で、当時42歳迎え撃つ信長は26歳でした。伝わっている話では今川軍2万5千に対し織田軍は3000ほど。その織田軍が勝利したというのですから驚きをもって世間に受け止められ、信長の名前を後世にまで知らしめることになった戦いです。また信長の天下取りの第一歩となったという点でも重要な戦です。敗北した今川義元は駿河、現在の静岡あたりを広く治めていた大名です。ドラマなどでは間抜けな人物のように描かれることがありますが、実はそうではありません。早くから聡明で、19歳という若さで家督を継ぎながらも統治や外交面で大きな成果を上げます。この時代随一の大名だったと言っても過言ではないでしょう。その義元は人生のほとんどを東の北条氏と北の武田氏との戦に費やしてきました。それを高宗駿三国同盟という外交面での奇策でもって解消し、背後への不安を断ち満を持して精進したのです。そして西の織田信長と激突したのが桶狭間付近であったのです。義元は京に上洛するつもりだったとも言われています。そのルート上にある国を攻める、もしくは外交的な決着をつけ従えていくつもりだったのでしょう。当時としてはかなりの大軍でした。
義元からすれば負けるはずのない戦。流れを見ても落ち度は特になく、勝つための手順を着実に踏んでいきます。ここで正攻法で戦っても勝ち目がないと悟った信長は死を覚悟します。人間50年という熱盛を舞い、腹をくくり大博打に出ます。この熱盛、本能寺の変が描かれる時によく使われますが、記録がきちんと残っているのは実はこの時です。打って出る義元本陣を突くしか勝ち目はない。運も信長に味方します。その日豪雨があったと伝えられているのです。雨の中、義元本陣は突然信長軍からの攻撃を受けます。全く予想していなかった義元軍は総崩れとなり、ついに総大将の義元まで討ち取られることになります。その後も追撃戦で今川方を散々に痛めつけます。このことが今川家の衰退、松平家、徳川の復興につながっていくわけですが、ここではその話は置いておくことにします。そう、信長はこの大博打に勝ったのです。たらればですが、もしも義元の進攻が数年早ければ違った結果になっていたでしょう。信長はこの時のような軍事行動は取れていなかったはずです。結果論でしょうか。これ以後、信長はこういった博打のような戦は絶対に行いませんでした。それこそ義元のように必ず勝てるような状態で戦に臨んだのです。それでも負けることがある。戦とは怖いものですね。服部小平太は織田家でさぞかし出世したのでは。桶狭間の戦いで世紀の番狂わせを起こした織田信長、小平太がここで武功を挙げられたのは馬回りという部隊にいたからだと前にも触れました。この日信長は3000ほどいた部隊を通常の手順で分けて砦に向かわせました。この動きが見事な陽動になっています。義元からすれば想定内の一手を打ってきたという感じだったでしょう。その後最終的に残った側近だけでひっそり砦から出て義元の本陣に突撃したのです。その数は300程度だったと言われています。その場に幸運にも居合わせられたのは小平太などごく限られた者のみだったのです。少人数だったのでスピードが速く、義元側に悟られなかったのでしょう。小平太たちは皆必死です。義元を討ち取れなければ全員死ぬことになる、その覚悟を共有していました。そのおかげか見事にこの偉業を成し遂げました。勝ち戦でお祭り騒ぎの織田家中ですが、褒章の場で皆驚かされます。それは後世ではさすが信長と言われる特殊なものだったのです。一番槍をつけた服部小平太、義元を討ち取った毛利新助、この二人のどちらかが第一候となると誰もが思いますよね。ですがその場で信長が最初に名前を呼んだのは柳田正綱だったのです。誰やて？ほとんど誰も知らない人物が一番初めに呼ばれたのです。柳田正綱という武将、実は彼は隠密のような行動をとっていました。農民のような格好をして戦場に紛れ今川軍の動きを報告しました。その正確な情報により信長は義元本陣の場所を特定できたのです。武功ではなく勝利につながる情報をもたらせたものが第一項。今でこそ素晴らしいと思われますが、当時ではあまり理解できないものだったのではないでしょうか。とにもかくにも小平太は2番目の功労、毛利は3番目をもらいます。しかし心中は穏やかではなかったことでしょう。しかも義元に切られた膝の傷が深く、その後長く療養することになるのです。その療養期間中、小平太は家督を弟の小塔に譲り、馬回りもやめてしまいます。そしてしばらく歴史の表舞台から降りることになります。弟の小塔は本能寺の変で討ち死に。小平太がほとんど隠居のようになってから代わりとして推薦されたのが弟の小塔です。張り切って信長に仕え、
桶狭間での兄の盟友である毛利信介や前田利家らに可愛がられたといいます。やはり織田家とは家族ぐるみの付き合いだったのでしょうか。謹慎に置かれます。どちらかといえば文官としての才能を発揮していたという記録が残っています。桶狭間以降、織田家は常に戦をしていました。気の休まることはほとんどなかったでしょうが、それが彼らの人生でした。そして桶狭間の戦いから22年後の天正10年1582年、本能寺の変が勃発。知らせを聞いた古藤田は距離的に本能寺には間に合わないと判断。信忠、信長の嫡男で当時の君主のいる二条城に毛利らと共に駆けつけます。しかし明智光秀の軍勢にあがないきれず討ち死に。このことがまた小平太の人生を大きく変えることになります。本能寺の変後に秀吉に抜擢される。本能寺の変後、山崎の合戦で光秀に勝利した羽柴秀吉は織田家の中心人物となっていきます。秀吉の人材登用はこの頃から近親者を重用する傾向が強くなったと言われています。信長が徹底した能力主義で、それによって光秀の謀反が起こったという事例を体感していたからなのでしょうか。血縁関係のあるものや昔から馴染みのあるものを多く登用するようになります。その流れの中で抜擢されたのが服部小平太でした。秀吉に呼ばれ参上する小平太。服部家は長年にわたって信長に重用されてきました。しかも本能寺の変で小藤太は命を捨てて織田家に尽くしたのです。服部家は絶対に裏切らないと秀吉は確信していたでしょう。しかも小平太はあの伝説の桶狭間の英雄なのです。この人物を取り込めば自分が信長の後継者であることをアピールできる。そう考えたとしても不思議ではありません。秀吉は小平太と本能寺の変の無念さを語り合い口説きます。それにより小平太は再度領主として返り咲くことを決意するのです。アラフォーで秀吉の馬回り木ぼろ衆という側近として復帰。桶狭間で鮮烈なデビューを果たした英雄が再び戦国の世に生きることにしたのです。小田原征伐で戦功を挙げ、ついに城持ち大名に。小平太は秀吉の馬回りの中でも精鋭を集めた木ぼろ衆の一員となりました。武勇で高名な戸田勝孝なども同僚です。新しい仲間たちと柴田勝家との一連の戦を歴戦。賤ヶ岳の戦いにも出陣します。また徳川家康との対立の中で起きた小牧の戦い、四国の長宗我部元親との四国での戦などにも参加。昔のように戦に明け暮れる日々でした。それなりに活躍していましたが、取り立てて武功を褒めてもらえませんでした。秀吉はこの頃から石田三成や福島正則、加藤清正など子飼いの武将たちを中心に出世させていきます。賤ヶ岳の七本槍といった分かりやすいキャッチコピーで彼らを内外にアピールしたりもしていました。信長亡き後にも数々の大きな戦を行っていた秀吉。桶狭間の戦いの功績は信長のもので、それを喧伝することは自分にとって利益にならないと秀吉は考え始めていたでしょう。桶狭間の英雄も利用する必要がなくなっていたのです。出世コースから完全に外れた小平太、秀吉への不満は募っていきます。そんな中、九州を平定した秀吉はある大きな戦を決意します。関東の北条氏との戦です。天正18年1590年、秀吉は小田原征伐を行います。秀吉は本能寺の変に乗じて織田家との盟約を破棄し、攻め込んだ北条氏を許していませんでした。またその後も宇治政、宇治直親子は北関東に領土拡大を図り、素直に従いませんでした。そこで秀吉は20万の大軍でもって包囲、まだ反旗を翻す恐れのある毛利氏や伊達氏へ見せつけるための意味合いもあったでしょう。秀吉の人生で最も多い軍勢となりました。
ここに小平太も参加しました。記録は特にありませんが、同僚の戸田らが砦を攻めたという記述が文献にありますので、似たようなことをしていたと考えられます。その先行として与えられたのが三重の松坂城です。石高も3万5千石と立派です。小平太はついに一国一城の主となったのです。しかし、この人事は長年の功労賞のようなものだったと言われています。しかも、秀吉直属の部下から秀次好きへと配置転換もさせられます。本店営業部から地方の支店長にされるような感じでしょうか。このことがまた小平太の人生を大きく左右することになります。文禄の役、朝鮮半島への侵攻にも参加。天下統一を果たした秀吉は、次なる戦を求めて朝鮮、明への侵攻を企てます。ずっと戦ばかりの織田家にいたせいでしょうか。戦がないと武士は手柄を上げることができないというような考え方に取り憑かれていました。そして文禄元年、1592年、ついに朝鮮へ出兵します。文禄の役。これに小平太も800人の部下を連れて参加させられています。陣立てでは、八幡隊の中に服部春康という名前で残っています。破竹の勢いで朝鮮の首都、ハンソン、今のソウルまで進軍したと伝わっています。しかし、異国の地で小平太は、昔を思い返していたことでしょう。信長と一緒に無我夢中で戦っていた頃、桶狭間では誰よりも早く駆け抜けたことなど。だが、これはなんだ。見知らぬ地まで来て、朝鮮人たちと戦って、一体何のための戦なのだ、などと考えていたかもしれません。そして、帰国した後に、また秀吉に振り回されていきます。豊臣秀次の家臣とされたことが運の月。この頃の小平太の上司は豊臣秀次です。子供がいなかった秀吉は、甥の秀次を養子にして後継者としました。文禄の役の前には関白に就任させ、家督も譲っています。秀吉は大公として依然権力は保持していましたが、朝鮮のことで頭がいっぱい。秀次は内政を任されるようになり、新体制作りを進めていました。しかし、翌年、秀吉の嫡子、秀頼が誕生。当初秀吉は、秀次の後に秀頼という順で継承していくと言っていました。しかしその2年後、突然秀次に謀反の疑いがかけられます。今となっては真相はわかりませんが、全くの嘘だったとも言われています。ですが秀吉は本能寺の変の体験があるので謀反という言葉だけで拒否反応があります。しかも秀頼がいるので後継ぎには困らない。結局秀次がどれほど申し開きしても許してもらえず切腹させられることになります。そして家臣の多くも切腹や島流しという処分を受けます。上杉景勝預かりになっていた小平太にも切腹の命令が下ります。こんな死に方をするなら、信長様のそばを離れず、本能寺で一緒に散りたかった。二条城で小藤太と毛利と共にでもよかったな。最後は、そんなことを考えていたかもしれません。武士は死に方を大切にするからです。桶狭間で一番槍という快挙を成し遂げた大将に怪我を負ってしまった。そのせいで思ったような人生と最後を迎えられなかったという悲しいお話です。子供たちは処分免れ、後に徳川家の家臣となったと伝わっています。戦国時代ライター、柴垣の独り言。よく服部小平太は華々しいデビューをしたが、その後は伸び悩んだというように記述されます。それは半分当たっていて、半分違うと感じます。どちらかといえば、スポーツ選手が怪我で潰れていったというような話に近いでしょう。小平太の傷は、人から桶狭間までの伝説ということで称賛されたかもしれません。ですが、自分の体が思い通りに動かせないというもどかしさは、体が資本の武人の人生に暗い影を落としたのではないでしょうか。もしかすると、怪我がなければ、
大大名にでもなっていたかもしれないと思います。